ヘンリー・ペラム、ヘンリー・ペラム、1694年9月25日から1754年3月6日は、イギリスの政治家。1717 17年から、ホイック党の庶民議員となり、ロバート・ウォルポール政権で、閣僚職を務めた。1742年のウォルポール失脚後、ハン・ウォルポール派の第二代、カートレット男爵ジョン・カートットとの権力闘争に、 勝利して1743年8月から首相を務め、ウォルポール後の保育政治を主導した。分裂仕掛けていた保育党の結束を維持し、野党トーリー党からの登用も行うなどして、議会の信任を保ち続け、長期政権を築いた。1748年には、アーヘンの和薬を締結してオーストリア継承戦争を終結させた。 1754年3月6日に、現職のまま死去。同じく保育党等の首相である初代入閣する公爵、トマス・ペラムイコール・ホールズは兄である。1694年9月25日、初代、ペラム男爵とその妻、グレース、第3代、クレア・伯爵の娘の間の次男として、サセックス州ロートンに生まれる。ウェストミンスタースクールを経て、 オックスフォード大学ハートフォードカレッジで学ぶ。1715年のジャコバイト放棄の際には、大意として従軍し、イングランド北西部に参加した。1717 17年から1722年に、かけては、ついで1722年から1754年の死去までから選出されて、保育党所属の庶民委員議員を務めた。彼と彼の兄である初代入閣する公爵。 トマス・ペラム・イコール・ホールズは、議会政治家として結出しており、ロバート・ウォルポールの保育政権を支えた。1724年から、ウォルポール内閣の選樹大臣に就任し、1725年には、数密顧問官に列した。1730年から和に就任した。兄の入閣する子も1724年から、南部担当大臣として入閣していい。 1741年の総選挙で与党オルポール派保育クの議席が大幅に減り、1742年2月にオルポールは退陣した。反オルポール派の後押しを受ける第2代カートレット男爵ジョン・カートレと1744年以降、グランウィル伯爵を実質的な首相とする初代ウィルミントン伯爵、スペンサー・コンプトン内閣が成立したが、 当時の国王の閣僚人事権は未だ大きかったので、ペラム兄弟は国王の意向で政権に止まることができた。同訓連合国派ノーファー選定綱領の防衛を重視するカートレットは1743年中オーストリア、継承戦争の指揮を取るために大陸へ向かった国王ジョージ二世に随伴して本国を不在にした。その間の1743年7月に、 首相ウィルミントン博が死去したが、カートレット不在のため、公認にはペラムが就任した。カートレットは秋に帰国したが、その時までには、ペラム兄弟は政権内で格好たる地位を確立しており、カートレットの孤立は深まった。カートレットのハノーファー優先策は、政府内ではペラム兄弟から、議会では大ピットラファン政府派保育から批判にさらされた。 そして1744年11月の議会、召集直前、ペラムはカードレッドの鋼鉄をジョージ二世に上奏し、渋っていた国王に強引に解任を認めさせた。これにより、政府内におけるペラムの首相としての地位は、確固たるものとなった。同年末には、ーリー党の一部も含めた野党から広く人材を登用する内閣改造を行い、 こうした通りにも配慮した姿勢によって議会の広範な支持を獲得することに成功した。また、ウォルポール後の保育党は小派閥集団に分裂していたが、そこから有力な反対党が出現することがなかったことも彼の政権の安定に寄与した。他方皇太子、フレデリック・ルイスのもとには多くの不満分子が結集していたが、その彼らもあまり盛んな反政府運動は見せず、 ただ交代し即位の日を待ち望んでいるといった感じだった。1745年から1746年にかけて起こったジャコバイトの反乱も速やかに鎮圧する子に成功した。しかしこの間、ジョージ二世とペラムの対立は深まっていた。グランビル伯爵、カートレットは辞職後も国王から政策上の助言を求められ続けており、国政に影響力を及ぼしていた。 そのため議会から指示を受ける正式な首相、ペラムと国王が徴用する影の首相、グランビル博という二重内閣の状態になる危険が高まった。1746年2月にはこの対立が深刻化し、国王はペラムの上層した大ピット東用の閣僚人事案を拒否した上、大ピットはハノーファー優先策に反対していたので、 国王から嫌われていた、グランウィル博を主犯とする内閣の樹立を画策した。しかし結局その構想は、議会政治家の支持を得られる見込みがなく、失敗に終わった。この事件を機に、国王はペラムに完全屈服する羽目となり、大ピット投与も実現させることができた。しかし同時にこの事件は、国王はホイック政治家によって、不当に囚われていると、異信話を強化することになった。 ペラムの政治手法は、キャンペーンを張って、政敵を駆逐したウォルポールに対して、野党勢力にも一定の感触を配分し、庶民員に広い支持を取り付けたという点で異なっている。強力な政敵の不在によって、ペラムは死に至るまで第一、大倉教の地位を守ることができた。しかし一方で、戦争を極力回避し、国庫の安定と減税を目指すという路線は、 ボォルポールと、記事にしていた。1748年には、両陣営痛み分けといった感のあるアーヘンの和訳を、締結してオーストリア継承戦争を終結させた。当初からこの和平は一時しのぎにしかならないと言われたが、これによって、戦時経済に苦しんでいたイギリスは、一息つくことができた。ペラムはこれを機に早速海軍を縮小して、歳出を抑えるとともに、 土地税の税率の引き下げを行った。また、国債の統合を進めて、国債利子率を下げた。1751年3月には、ハンペラム派の領収的な皇太子フレデリック・ルイスが皇居し、さらに6月には、閣内で、兄、ニューカッスル皇と対立を深めていた第四代、ベッドフォード皇爵ジョン・ラッセルを職に追いやることに、成功し、ペラム兄弟の権勢は絶頂に達した。 同年には、人法、人悪党を制定した。当時のイギリスの仮想庶民は、風刺画家、ウィリアム・ホガースらにも描かれているように人に溺れる、悲惨な生活をしており、それを抑制する狙いがあった。1753年には、ユダヤ人の帰化を容易にする法律を制定したが、当時の反ユダヤ主義は激しく、世論の凄まじい反発が巻き起こったので、 ペラムは次の議会で早々に同法を廃止している。同年、初代フィリップ・ヨークの起草によるを制定した。婚姻制度や手続きを整備、徹底したものであるが、これによって、上流階級と庶民の結婚や未成年者の秘密結婚が難しくなり、貴族階級は閉鎖的になった。しかし18世紀イギリスの議会政治は、事実上ジェントルマンと貴族による、 加藤政治であって、この体制を安定させるには、有益な施策であった。1754年3月6日、59歳で、首相在職中に死去。公認の首相に、兄が就任したが、議会を強力に掌握していたペラムを失った後の、政界は混迷の度を深めていくことになる。そもそもウォルポール後の保育等の団結力は、極めて弱くなっており、それでも、 政党としてまとまっていられたのは、ペラムの個人的政治技能、とりわけ党員調整能力のおかげだった。そのため、ペラムの死後には、ホイック党は、もはやいくつかのコネクションの緩やかな連合体に過ぎなく、なってしまったのである。ホイックがそのような状態にもかかわらず政権維持、できたのは、トーリー党が依然弱体だったことと宮廷が、ホイック党に依存していたためである。 1726年、第二代、ラトランド公爵ジョン・マナーズの娘キャサリンと結婚し、彼女との間に、以下の4条を設けた。兄、入荷する子に子はなく、ペラムにも男子がなかった。そのため兄は、ペラム家の財産を、妹、ルーシーの子である9代リンカーン、白尺ヘンリー・クリントンに継承しようとしたが、ペラムはその条件として、 自分の娘キャサリンとの結婚をリンカーン博に要求し実現させた。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。